リアたちが金を作ってくれた。次に来客の出迎えについて。来客を装った敵が来る場合も想定しないと。フローラもそこに加えたかったが、来客が夜まで滞在した時の見張り役を頼んだ。フローラやルーは数日間の徹夜は平気らしいが、無理はしないよう伝えた。俺はガルフ。ここから東の山の中ほどにあるハウリン村からやってきた。大樹の村は貴殿らを歓迎しよう。か、そうか。ならば他は敵とみなすぞ。すまない、あぐれていた者がいるようだ。それは危ないな。私でも気を使う相手がいるぞ。わかった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。来訪者が友好を示すには何かしら手土産を用意します。あのドラゴンですら持ってきました。普通の対応をしてもらえないものです。そうか。2名の副兵を残していたのも気になります。脅威ではないと放置したようです。後で叱っておきます。お手柔らかに。では注意程度で。この前ドライムに出した料理と見劣りがすると。まあなんというか。もうお分かりかと思いますが。あっと、そのワインは出さない。